ちら、ちょっと今まで英語をやってたんですよ。そう、英語をめちゃくちゃやってて、ね、そう44日間頑張って連続してやってんだけど、今回ちょっとね、こちら中国語をね通過していこうかなと思ってます。そう、偉いやろ、頑張ってんねん。今日も英語ちゃんとやったしそう、ちょっと頑張ってこわ。で、私本当に中国語わからんのよさっき言ったワンシャンハオとシェイシェイしかわからなくて、ちょっとあの初心者なんだけど、ちょっと基本のレベルテストちょっとやってみていいですかレベルテストの方がいいかな。レベルテスト、いや基本やってみるか。基本行こう。行きます。 Go? あ、どういう意味なんお、これってこと。英語で読むとこれやと思うねんけど、読み方合ってんのかな。これ Why? これかな。犬って意味なんこれ。へえ、犬って意味なんや。 Go? じゃあ犬塚いちごはその犬とは違うんかな。どうなんやろ。最初からわけわからん。わわ、これかな。わわ、これか。え、合ってるかなこれかな。どういう意味なんか教えてくれへん。これどういう意味なん。自分って意味で合ってんのかな。合ってんのかなこれ。我、私で合ってんや。大体同じなんかな、日本語と。なんか日本の漢字となんか意味は同じなんやろか。茶、そのままやん茶、茶は茶なんやな。合ってる。茶これは禅、これやったはず。再禅、禅、禅やった。再禅、再禅。ちょっと言い方違うんや、私間違えてるんや。鳥、え、鳥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 みたいな字やねんけど、鳥なん。鳥、鳥、鳥やねんけど猫やねん鳥やねんけど猫やねんけど、鳥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 、あ、喵喵じゃなかった。喵はこれやって、みやお、あ、ほんまや、みやおや。うー、せっかく今までいい感じに生きてきたのにあなたが選んだのはけですって言われて、これけなんやって意味。これはなんて読むやろ。まおまお、あ、これがん、これが猫ん、んこれがニャオ、ニャオじゃん、ミャオ、ニャオ、ニャオ、ニャオか、ニャオやった、ニャオ。ううでいいの？五、お、本当や。五、九、九、九、五、五、九、十、十一、五。5に囚われている。私は5に囚われ、5の呪いだけはもう5に呪われてる私なんでどう見たって9じゃんこれ。バカか本当にもうちょっとみんなに教えてもらいながらそのまま進めてみてもいいか。不安しかないんやけど、これ一人でやったら絶対無理なやつやんこれ。なな、なな、な、これはなって何、なってなんや。ねえやったなじゃなかった、ねえやった。わん、わん、わんさん、わん。近所にな、わおん、わおんって鳴く犬がいてな、その子のことをいつもわんさんって呼んでんねん。わ、わんさん、わおん、ワン、ワンさん、ワン、ワン、ワン、
省した。どっかでワンさんやって聞くと多分それ私です。犬塚いちごでした。ありがとう、今日も来てくれて。おやすみなさい。サイチェー。